こんにちは NJF です。木をてらわないマインクラフト実況をやっていきます。今回はここに花畑を作ります。以前作った飛行船の下の土地で飛行船を見に来ると目に入るのに整備されていない原野のままなのが気になっていました。特に夜に来るとモンスターだらけです。上空と地上のギャップがありすぎるので目に見える範囲ぐらいは整備することにしました。というわけでまずは木を切っていきましょう。マイクラを始めた頃は木を切ると自然を破壊しているような気持ちになりましたが、苗木を植えるといつの間にか一瞬で育つ木を見てゲーム内オブジェクトに過ぎないと今では完全に割り切れました。生態系とかもないですしね。木の伐採は10分ほどで終わったので次にネザーゲートを開きます。道作りのモチベーションがなくなるので普段はあまりエリトラを使っていません。代わりに移動用にネザーゲートを設置することにしています。ちなみにネザー経由で走るのとオーバーワールドでエリトラを使うのを比べると速度はネザー経由の方が速いですが、ゲートを通る時間がかかるので距離が近いとネザー経由の方がわずかに遅くなることが多いです。とはいえほぼ差はないので好きな方を使えばいいでしょう。楽しめる方でいいと思います。少し高い位置に作っているのは後で建物で囲う時の都合です。ゲートの下の部分が床の高さになるようにしています。ネザー側のゲートは正しい座標に設置済みなのでこれでつながるはずです。つながりましたね。これで倉庫へ素材を取りに行くのが楽になります。軽く整地をしてから道を作っていきます。道から作ると建物の場所が決めやすく建築がしやすくなります。しかし建物から作ってその間に後から道を作ってもそれはそれで味のあるものができます。好きな順番で作ればいいでしょう。道に使っている泥レンガはこのようにマングローブの沼地で採取した泥と村人式自動農場で採れた小麦を使って作りました。10分ちょっとでシュルカーボックス1杯の泥が採取できます。このワールドでは泥レンガは低コストな素材の一つです。道を作り終わるとこのようになりました。道があるだけで雰囲気が変わりますね。次に土の横の部分が見えているのが気になるので石垣に変えていきます。土が気になるのは現実世界で人の多い場所では土の急斜面がないためです。もし土の急斜面があると崩れてきて危険です。普段見かけないためマイクラの中でも違和感があります。実はどれくらいの角度で土が崩れるかは分かっていて、地面に対して約35度の斜面だと崩れ始めます。またその角度のことを安息角と呼びます。それをマイクラに当てはめるとこれは90度ですから完全にアウトです。こんな壁が村の中にあったら違和感を持つ人は多いと思います。1ブロックごとに1ブロック上がる場合は45度ですからこれも安息角を超えています。90度ほどではないですが少し不自然な感じがしますね。2ブロックごとに1ブロック上がる場合は約27度ですから安息角より小さいです。これなら気にならない人も多いと思います。ちなみに現実の造成地の盛り土などはこれぐらいかもう少しきついぐらいの角度だそうです。現実世界での斜面が崩れないようにする対策は一つは壁を作ることです。こういった壁は擁壁と呼ばれます。実際によく見かけますよね。他には植物を植えるのもよく行われます。こうすれば植物の根によって斜面が崩れにくくなります。マイクラでも土の横の部分が見えにくくなるため違和感が和らぐと思います。これらの方法を使えば斜面があってもより違和感がない整地ができるでしょう。実際にはマイクラで土が崩れることはないので、
気にならない人はそのままでもいいと思います。土が気になる人のための豆知識です。また、人が生活している場所でないと関係ありません。実際に、人が少ない場所では、土の急斜面を見かけると思います。というわけで、村の近くの人の手が入っていてもおかしくない場所は、石垣を作り、それ以外の場所は木や草を生やして整備しました。これで整地は終わりです。花畑だけでは面白みがないので、小さな家を何軒か建てます。 5×5 の子のタイプの家は慣れると10分ぐらいで作れて、簡単なのに見栄えが良いため装飾用としておすすめです。この範囲を気合の入った建造物をいくつも作って装飾すると時間がかかりすぎますからね。小さめの家を作るのが現実的でしょう。それにその方が花畑が目立ちます。いよいよ花畑を作ります。まずはひまわりを植えましょう。実は今回花畑を作った理由の一つは、ひまわりを使いたかったからです。マイクラのひまわりは必ず東を向くため、装飾としては使いづらい花です。そのため今まで植えてこなかったので、一度ぐらいは利用してみたかったのです。方向だけの問題で見た目はいいですからね。もう一つ、ひまわりを使いたかった理由があります。それは最近になってサイコブレイクというゲームをクリアしたので、その記念です。見渡す限りのひまわりの畑が登場するゲームです。難易度高めでクリアするのが大変だった上に、そのゲームを作ったスタジオが閉鎖されるそうです。何か記念に残してもいい気がしました。ところで、この作業の少し前にすごい場所に行商人がいました。飛行船の初めての乗客と言えるかもしれません。とりあえずフグは買っておきます。使う予定はないのですが、かといって必要になってから自分で集めると面倒だからです。まあ今までもフグは何十匹も買ったんですけどね。話がそれたついでに、もう一つ珍しいことがあったのを紹介しましょう。タイデンクリーパーが自然に生まれていました。将来のトライデントを使ったのではありません。偶然にも雷が落ちた天然のタイデンクリーパーです。初めて見ました。今スケルトンの頭が落ちましたね。豚がゾンビピグリンになっているのは見かけるのですが、天然のタイデンクリーパーは珍しいですね。ゲームの中で天然ってなんだという気もしますが、それはそれとしまして、将来のトライデントを使わずタイデンクリーパーで頭を手に入れるのはかなり珍しい出来事だと思います。花を取りに収穫期のある花畑バイオームに行った時のことでした。さて、ひたすら花を植える作業をお見せしても仕方がない気がしますので、一気に飛ばして花畑が完成した姿をご覧に入れましょう。マイクラに存在するほとんどの種類の花を植えました。文字通り華やかになりました。見上げると飛行船があるのもいいですね。マイクラの特にジャバ版では花の量産は少し難しいのですが、できると装飾の幅は広がりますね。広場には噴水を作っておきました。また花をイメージさせる彩釉テラコッタを設置しています。この先には小さな展望台を作ってあります。この方向から見るとひまわりが最も綺麗に見えるためです。黄色い花がこちらを向いていますね。反対側から見ると何の花か全く分かりません。ひまわりが使いづらいというのがよく分かりますね。とはいえ見た目はとても良くなったと思います。花畑を作る上での注意点は、シェーダーを入れると非常に重くなる可能性があることです。一本一本が動いて影もつくのですから仕方ありませんね。普通にプレイするには問題ないでしょう。
次回はバージョン 1.21 アップデートについてご紹介します。では、ご視聴ありがとうございました。